これをおかみきますね、これは。間違いなく。まもなく、ゲームスタートです。ね、ほらな。言っただろ。ヨルが来ました。目を閉じてください。ゴリラシルゴリラゴリラのラゴリラの色は白、白色。 なのシャングリラカナリアの歌声届け !Yeah!You yeah. are h e r e h r e we go! さに占い師来ましたね。ひゃうひゃうよんよー俺は占い師朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした <laughs> 7番のプレイヤーは。 発言してくだよーよー、yo, yo, 俺は占い師、ヒア一番ゴーリラ、白ゴーリラ、よね、なんかね、ラップしか言わないみたいな、嵐みたいな人がさっきいたんです思い出してました。一番さん、白です。私、占い師です。はい。<laughs> 絶対ね、一番最初に来ると思って。<laughs> 最近笑っちゃった。はい。そこ,こですね。えっ、ー、と、そうだね。単体制作をしてください、単体制作を。 ね、初日からねライン見る人もいますけどねあのライン見てもねあのライン切りとかもできるんであの単体精査をしてから白いか黒いかしっかり言ってください、はい、あと例の者は初日初日招集に出てください初週にね出てくださいあと浜崎真央僕めっちゃ好きなんで多分この人白ですリマーします8番 のプレイヤーは発言してください、は,さいはいおはようございます。ナゴリラさんがチのゴリラさん、チゴリラさんに白ゴリラ、把握をしました。浜崎はめっちゃ好きです。おすすめで名前にもしてるくらいですね。興味がある人はググったらいいと思います。<laughs> 一番その占い師に関しては、うん、特に引っかかった発言はなかったかな。ライン精査よりも単体精査をしてくれ。ライン精査はオカミ同士とかでもライン切りもすることもあるから、それ以上に単体で見ていけ。うん。 変ななこととは言ってなかったと思っててかた思る。自分も霊能者は初週で必ず出てほしいと思っている。盤面によってすごく変わると思っていて、22盤面とかだったら普通に霊能ローラを自分は押したいと思っているから、21とか12とかだったらまた変わってくると思うんだけれども、うん、盤面をしっかり整理して、久しぶりにやるからついていけて、<対>うん、平足を引っ張らないようにしたいかなと思っいます。ね一ね、必要です。9番のプレイヤーは、 発言してくださいはい占い師でしたランダム白は5番さん把握お願いします7番さんに関しては太鼓まあ狂人オオカミまあ両どっちでもあるんですけどうーんまあ基本的にオオカミが多か,多かったので今までしてきた中でうん基本的にはオオカミで追っていこうかなと思いますで8番さんに関してはうん特に怪しい発言はしていなかったような気がする うん。で、2人出た場合、申し訳ないけど、霊能ローラーしたいかな。その間に、えー、2日分の占い結果で黒当てたいので、うんまあ、決め打ちするっていうのは結構難しいと思うので、申し訳ないけど、うん、ローラーしたい派ですね。なので、8番さんとは意,、えー、意見が同じですね。1番のプレイヤーは、 発言してくださいよーよー占い79把握だよー。<laughs> ね、かわいい。そうですね、まあ。占い師に関して7番さん、9番さんで言うと、7番さんからは特に偽要素、新要素もなくて、9番さんからも特にないんですが、強いて言うのであれば、9番さんが偽だった場合に、例のをロラしたいっていう発言があったので、まあ、9番さんが偽であれば狼なのかなっていうところですね。巨人オーロラでず、ニナは使わせたいっていう感じですか。 8番さんに関しては22番目なら霊能ローラーがいいんじゃないかっていうことで、まあ私とはちょっと違うかなって思いましたね。私8番さん9番さんとはちょっと違くて、なんかもう偽だなって思って、この人死んだなって思ったら全然決め打ちでいいと思う。それは霊能に関わらず、初日あまりにも占い師がすごい出現したりとか、明らかに偽だなって思ったら占い師からでもいいし。いや、いい <laughs> えっとね、基本的に、 自分のスタンスとしては、怪しいところを釣っていきたいから、ロラ、うん、最初からロラとかではなくて、もう怪しいと思ったらそこを釣る。本物っぽい人がいたら残すっていう進行でいいかなって思ってますね。わかんなかったらロラですけどっていうところですね。だからそこは8番さん9番さんとちょっと進行論違うかなって感じ。ただ進行論が違うからって、うん黒いとかは言えないので、それは2周目かなっていうところですね。7番さんの言う通りに、単体制作黒白っていう感じですかね、私も。 いうのを一緒にしていきたいかなって思ってます。栄養2番さん、どうぞ。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。よろしくお願いします。私、霊能者です。<laughs> で、7番さんが占い師でラップで出てきて、で、1番さんが <laughs> ラップで行く。7番さん、強人じゃないの、これ。<laughs> 動きから言ったら行人っぽいよね。なんでだよ。ただ、まあ、あのまあ、理由も言ってたけど、8番さん、9番さんは進行論。まあ、ここ辺のことはまあ、普通のことを言ってるようで、色落ちなし。7、1の囲いに関してだけども、7がラップでいって、1がラップで、9番さんは占い師だったね。で、5、白。 で7がラップで1番がラップで返したことからあのー、これ7、1>, <や>7 1の「かっこいい」はないと思ってますそんなことしないと思うんでね <laughs> ラップ精査しないでいやわかんないラップラインあるかもしれないじゃん <laughs> ラップで返したからかっこいい。<laughs> 3番のプレイヤーは発言してください。まあ、さい誠に申し訳ございませんあの。9番さんの途中から2番さんの最後までお電話が来て、全く何も聞けておりません。申し訳ないです。で、あの自分占い師です。旧白って出てます。なので、7番さんは黒ってことですよね。自分目線からすると。占い師なので、だから9番最初強じで置くっていう形になります。自分の中では。まあ,あ、面がない限りは。って感じですね。うん、で、そうだろう。どうだな。<laughs> うーん、ごめん。もう1、2の話は全く聞けてない。で、えー、8番さんはとりあえず、うん、なんか好きなことしか言ってなかった。で、9番さんも結果言った後電話来たんで、な <laughs> んも聞けたい。マジでごめんなさいって感じなんですけど、とりあえず9は白って出てます。なので、9番さんは強靭ですね。で、7番さんは黒ってことになります。自分目線の話させていただきますが。で、例のおが出ているのかな出てないのかなちょっと、1、2出てるのかわかんないんですが、って感じなんで、あの、また次の時はもうちょっと、あの、発言伸ばします。申し訳ございません。 4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。村人陣営です。えっと3番さんに教えますね。2番さんが霊能使用しております。かなで7番さんが1番さんにしろ、9番さんが5番さんにしろ、3番さんが9番さんにしろということで、3番さん目線は7黒確定ということですね。で、7番さんの相方はどこなんでしょうか？というところですか？ 3 4、8日か。2番さんが死んであれば、占いローラーから。5番さん、6番さんで役職が出てくるか出てこないかっていうところかな。えー、まあ、霊能さんが出てこなければ、えっ、ー、と、占いローラーからで、できれば、狼さんを釣りたいかな。うん、ってなると、 どうなんでしょう ?3 番さんが、しん、ああなんだろう、わからないな、難しいな。現状、わかってません。えー、グレーに関しては8番さんだけですが、8番さんに関しても、特に、わかりません。<laughs> ごめんなさい、わかんないですね。なんか、1番さんはどうなんでしょうね。印象、良かったかな、ぐらいです。 2番さんに関してはなんか7番さんは強じっぽくないって言ってたんですけど、えー、34になった点から2番さんはどのように盤面を見ているのか楽しみにしているっていうところでしょうかうん、まあ、2週目 <laughs> 頑張ります以上です5番のプレイヤーは発言してください,ださい基本的には9に投票すると思ってる、えー、っと 9, 9つって9の色が黒だった場合ってのはその プラス3も破綻が見れる。あと3から釣った場合っていうのは3はグレー波はめっちゃ詰まってないから3指定のグレー値が全く狭まってないから基本的には9から入れる。うん。ってな感じかな。3が大神だった場合っていうのは強とあと芯が出てくるから、うん、7九どっちに白打ってもなんか 2V1 で芯釣れちゃうからどうしたら3番自爆すればいいからそのケアも寒点してから9から釣る。9が黒だった場合っていうのは自動的に3も偽が確定するから。 グレセサとかするキャバが一切ない。何も分かってないから、急に入れる。以上、六番のプレイヤーは発言してください。自分が霊能師です。自分が霊能師です。なので、全人がロス盤面となりました。でそうだな。三番さんが九番さんに白を打っていることから。三番さんが死んだった場合、というのは、七人狼、九、巨人。九番さんはどこにしあの？ごちゃごちゃしすぎて、誰がどこに白を打ったか、ちょっと。 分かんなくなくった7番さんが1か9が5か、えーと、だからそれ以外の情報は落ちてないってことか。うーん、そうだ、2番さんっていうのは発言自体で俺、強靭と思ったんだよね。っていうのも、2番さんは7番さんに対してやたら強靭を塗ろうとしていた。うん、だから強靭を塗りたい2番さん、強靭なのかなと思ったけど、3番さんが出たことによって、2番さんの狼っていうのが結構見えてきた。っていうのも、2番さんは7番さんに対して強靭、あの実際7級が出ている。 段階では7球のこと結構みんな進路で見るはずなんだが2番さん7番さんのことを強靭で見ていたことから盤面が見えてるオオカミなのかなと思った2番さんに関してはうんそうだねみんな目線情報ずりができないのは申し訳ないけど俺目線はできるから俺は7球どっちからか行きたいかな7球どっちからか行ってえまあそれ俺目線でしかないんだよな もしスラがいるんだったら7番さんの時点で出てきてください。2周目からチャットしよう。ありなんでね、うん。じゃないと、あの、もし7番さんの時点でもこの盤面だったらまた2周目に精査します。スラがあるようだったらまたその時精査します。以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい。えっとね、6、級オカミじゃないこれ。3番さんは強人。3番さんは強人で、六番、えっと、9番さんが、えっと、霊能ーロラ。 を押したことから9番さん狼だと思い、えー、まあ囲った間接的に囲って私から釣ろうとしに来たで6番さんは5番ん直,前直前の5番さんは9番さんから釣った方がいいっていう発言に対して、えー、9か 7, 7から釣りたいという発言これはまあ相方を間接的に釣りたくなく私を釣り位置に持って行きたかったっていうのが自然な感じかな。 スライドは勘弁してほしいね。私の情報がね、あの、無駄考察になっちゃうから。巨球から釣ります。球から釣ります。村をしてもそれを飲めるはず。5番さんが発言してくれたと思う。えー、かなり、まあ3人だけど、グレーの話でいい。めっちゃ4番さん、ああ、そっか。まあでも結局、あもうスライド勘弁してほしいな。えっ、ー、と、 心、老、ロ心、新老、今日、心はないよね。さすがに。3級で囲うとか意味わかんないもんね。うん。だから、新老、今日、ロ老と見てます。6番さん黒と見てます。9番さん黒と見てます。今日、9番さんの色を見てほしいかな。うん、そうね。色は見れるはず。役職噛まないからね。かな。ですね。 っていうまあろかな、まあ、ちょち一応ね残しとくか一応ね4番さんがね2番さんにやたらつかかったのがね気になったんだよねなんで3一なのにって思ったけど3人ならちょっと話は別だねっていうのは残しときだよねやたら2番さんにつかかったよね2番さんはどう思ってるのか聞きたいみたいなこと言ってた、ね、っていうのは気になる今日は9ずり8番のプレイヤーは発言してください、うん、全人外露出ですね 小番さんめっちゃ白いと思って白って言おうと思ったら白だった。4581が角白なのかなうん。9番さん釣り柄でいいと思っていて、正直あんま分かってないから9番さんの色を見てって感じかな。黒だったらその点で3問二世で7の芯が確定できるし、かなりうまい展開。9番さんがもし芯であるならば、この後絶対に釣られたくないアピールをめちゃめちゃしてくれって感じかな。現状ね。うん。 3番さんは今日は釣りたくないかな。3C 目で人外で出てきて、そこだったら霊能で出てくるんじゃないのかな。うん。7番さんは69っていう風に追ってるんだけれども、26の単体星座だったら怪しいのは2だよ。だって7番さんの、なんだっけ、ラップで強気してんだよ、7番さんまあ確かに強人では、強アピには見えるけど、そんなことすんのかな うん、で、7-1の囲いはないって言って、その理由もラップで言って、ラップで返したからみたいなことでしょう。<laughs> その発言は2番さんの方が自分は新名がない、6番さんの方が真っ当だと思っているかな。うーん。二郎一に関してはわからんな、でも。7番さんの言う通り、6番さん視点で、5番さんの時点で9の一本釣りから7級に広げて6級狼狼っていうのも、まあわかる。うん。 9番さん2番さんの発言すごく聞きたいかなだからすごく大事だと思っている。9番さん2番さんどっちか真でもめちゃめちゃアピールして発言伸ばしてねって言いたい。圧をかけておく。暫定9からいきます。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。絶対に俺釣りは飲めないですね。情報釣りで俺からって、情報釣りで真を釣って、その進行って何の情報も落ちないよ、結局ね。うん。それをまず言いたい。 で、自分は3番狼7強陣で見てるかな3番がオオカミで9、7どっちかが強人でどっちかがシーンかなって思った時にどっちかに白を打てばあのまあ自分は9、シーン7、強の状況で3番がたまたまね僕というシーンに白を打ったから7目線は3がオオカミっていうことが透けてるんだよねうんだからそれを狙ったんじゃないかなって思ってるワンチャンすらを警戒してなのかなうん多分 で、3番は、3七狼はないと思ってるかな。3七狼で、俺に白出して、7釣りをすって。あ、でもクロスト狙う、うーん、可能性。いやー、でも、基本的にローラーされると思うから、3七狼はやっぱないと思う。3狼、7強靭かなと思ってますね。3が強靭で出る意味は ないと思うか黒打ちはないですね。で26。うん二6六が狼だった場合にこんな危ない橋を渡るとは思えないけどな。うん、っていう盤面考察だけでは6が真に見えてるけど、うん、2の発言は2周目聞きたいかな、うん。6番もね。それで26の精査はしたいかな。 とりあえず今日俺釣りは飲めないうん初日にシーン釣ったらねだいぶきつい盤面になっていくと思ってるうん今日は7か3に行ってください1番のプレイヤーは発言してくださいうーん9番さんもうちょっと釣りをしんだったらもうちょっと釣りをしてくれないと厳しいと思いますよ情報陣で9番さんが一番裏に情報落ちるので だかだ、9番さんが真だった時に、やばいっちゃやばいんですけど。でね、まず6番さんの、6番さんの方が真目高くないですか出た感じ的に。えっと、6番さんが狂人の場合って、占いに2色出てるってことなんですよね。2番さんが霊能確定で。占いに 3CO で2色出てくるってのがあまり考えられないから、6番さんの狂人目もあまりない。6番さんの狼の目があるかどうか。6番さんは、6番さんが狼で、 わざわざ視点クリアにするかな、村野。だってもう、ほとんど確証できちゃうわけですよね。すら警戒して、7番さんのすらを警戒して出てき、うん,、うんうん。6番さんのお買い物あるのかな ?2 番さんの7番さん強準置きっていうのもよくわかんないし、あの、ラップ考察って <laughs> で。それに対して7番さんが何も反応せずに6番さんにせって言ってるのもなんか、えって感じで。これな、例のはね、6番さんが真に見えていて、 うん。占い難しいな。3番さんが、こんなに8、九八番、1番が狼、9は新郎1って言ってる状況でわざわざ9番さんに白打ってくるのかなっていう感じはするんですよね。正直9番さんまあ今の感じ的に教授に見えてきましたけど。っ,ってなったら2番さん狼、ちょっとね、結構混乱してますね。うん。まあ今日は。触れてもな、そんな。そうだな。 霊能6で9。占い本当に分かんないですね。それぞれに少し偽要素があるけど、若干3番さんのがシーンあるのかなって感じはしてますけど、今日はとりあえず9番さんと色見たいですね。そこから霊能のの経も分かるかなと。2>, 2番のプレイヤーは、はい、発言してください。さいはい、お願いします。もうなんか言いたいことがたくさんあって、多分全部は言えないと思う。まずみんななんか把握もねがすごくて、私は 7がラップで出てきて、強人っぽいって言ったんだよ。うん、強人っぽいって言って、で、強人っぽいって言っといて、で、まあ,あの、何、オオカミの線もあるから、1との囲いに対して、1がラップで返したから、1はあの囲われてないって言ったんだよ。<laughs> そこをなんか4番もなんんかか番も 強靭に塗りたくったとか、んか他の人だったか分かんないけど、言ってんのが、なんかすごい引っかかった8番と4番とかの強靭に塗りたくったれは7と9しか出てないんだから、私の段階でね。だからそういう考察をしたっていうだけの話で,で、6が霊能で出てきたから、私、そうなってくると、6が強なのか、ーなのかっていう。 ところで、まあ、引っかき回す強だと、私は6を持ってる。そうすると、7、9、3に2ロってなっちゃうんだけど、それ出ると思って、だからまだ私すらあるんじゃないかと思って三は占い師に関しては、私3は偽だと思ってる。なんでかっていうと、3は9に白打ってるんでしょそれ、それで9破綻っていうの そこをよくわかんないんだよ、俺もう3、偽じゃんとすぐ思ったんだけど、あとから9に白を打って、白を打ってだよ、9は占い師として出てんだよ。これ、どっちが破綻なのって感じで、3、偽だと思ってます。<laughs> うーん、大事って言われたけど、これぐらいしか言えないな、もう。 のプレイヤーは発九州路って出てるんでそりゃ言いますよ2番さん <laughs>、うん、あの破綻とか言われても九州はこっちの画面見てくださいよって感じですよそれは全人外露出なら俺も7一本してですね9は狂人なんで放っておきましょうなんで6人のどっちかに人外がいると自分目線の話ですかそうなりますねうんどうだろうね6人かうん、うん 2の方が陣路っぽいかな個人的にはうんまたよく出たよね7が相方で2が出るってね6も出たのもすげえ違和感マジでどっちなんだろうって感じとりあえずもう6と7と2釣り切れば終わるんで俺は今日6万差入れますあとの他の講座はもう一切いらないんでね自分の中ではそんな感じですね俺7入れます以上4番のプレイヤーは発言してください,ださいはい発言します えっと、一番新名がないなと思ったのは7番さんですかね。まし<ジ>。7番さん僕とかに触れてきましたけど、もう、全く触れる必要はないかなと思うんですよね。で、6、9、狼ってことは3番さん狂人ですよね。7番さん、9番さん出て振動で出てきてるのは3番さん目線見えてる狂人であれば。で、2番さんが霊能ってことは2番さん真だと思われる。かっ,たかってなって3番さんが狂人で、 占い師として出てて出くるのかなって思っ思ちゃうんですけど僕はだから六鬼狼で追って三番さん強人で追った七番さんのシーンはなんかないかなって思っちゃったんですけど間違えてるのかなでなんか情報釣りで九番さんっていうのは例のが一人だったから情報釣りっていうのはすごく勉強になったんですけど例の二人出た時点でもこれは情報釣りとして九番さん釣りがいいんでしょうか とりあえず自分は7番さんのシーンはないなと思ってるのでまあ、情報取りで9番さんでもいいですし2戦目の高い7番さんでも僕はいいかなと思ってる2番さんに関しては正直分かんない本当に盤面が見えていない心霊能なのかなとかちょっと思っちゃったぐらいにしてなので2番さん分かりませんなんですいませんが5番さんの ちょっと発言を聞いて、えー、勉強したいと思います。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。さい,いや、なんか託されても困るって感じです。うん、僕は9のがシメ低いと思ってる。7の6キオオカミはまあ分からなくもない。一番占い師で締め高いのは僕は3だと思ってる。うん。例外で死んだ、えっと、6キオオカミがめちゃくちゃ分かるんだけど。<laughs> うーん 3, 3、3、7、9の順かな。うん。粘に関しては、うん、2番が一丁締めない。2支点6強ってまずないでしょう。6強だった場合っていうのは、占いが新ロールを透けてる状況。6が強靭って言ってた場合は、もう、おかみ積みだよ。二か2点の6強ってほっとんどえないはず。あと、2支点6強で追いてた場合、もう3球釣りで勝ちだよ。うん。<laughs> そこまでちょっと盤面を追ってほしかったかな。 なんか2番が一番わけわかんない考察してるなって感じ9から行く以上6番のプレイヤーは発言してくださいはい今日は自分も9番さんでいいと思ってるえっと1周目に関してはあのー、霊能師が2人出てきてるから裏にとって情報釣りって意味ないかなと思ったけど最終的にはしっくり来た方を真に見てくれればいいんじゃないかなと思った、うん、からもう今日は9番さんでいいんじゃないかな、うん、人外っていうのはもうこの役職使用してるとかも絶対にかめないはずだから だったら最終的に霊能結果でしっくりきたところに、えー、シーンを見てくれればいいんじゃないかな。だったら9番さんで、えー、俺は情報ずりをしたいと思ってる。9番さんが黒だった場合は3番さんっていうのが偽、3番さんの偽が透けて7番さんのシーンっていうのがもう一気に見れることから、だったらもう9番さんでいいと思ってる。紫点すっきり、すっきりっていうか納得する方の盤面の霊能詞をシーンに見ればいいんじゃないかな。うーん、それぐらいかな。 うん、考察するところはほぼほぼないかな。だから9番さんでいいと思ってる。9番さん行って、9番さんが黒だったら3番さ、うん破たんで7番さんの芯が一気に透けるっていう感じかな。だから今日は9番さんに行きます。9番さんに行きます。投票を始めてください。あえん、ね、じゃないべ たらなになってほしかったな9番のプレイヤーが選ばれました9番のプレイヤーは発言してくださいはいもう3番には投票が集まらないだろうなと思ったから7番に入れましたそうですねうーん 2367。正直もう237釣り切りで勝てるんじゃないかなとは思ってる。やっぱり6が人外で出るメリット。うーん。っていうのは薄いと思う。隠しろ4人を作るっていうのは、やっぱり6の新目は高いから。うーん。237を釣り切ってほしいかな、自分目線は。で、村に言いたいんだけど、俺の発言が偽っぽいので、俺に入れるっていうんだったらわかる。 それは俺の発言力がなかったっていうことだから、まだそれは飲めるけど、情報釣りで俺に入れるっていうのは本当に納得いかない。情報釣りだったら7番3でもできたはずだよね。7で白出たんだったら、3破綻するんだよね。だから別に情報釣りで確定俺っていうのがよくわかんないんだけど、俺は7強人で見てるから、で、7白が出た場合に、3の偽って村目線わかるんじゃない なんで情報釣りイコール俺なんですかね。うん。だから情報釣りで俺に入れてるっていうのは理由になってないと思う。俺が怪しいから俺に入れてるっていうのは分かる。うん。かな。まあ村目線7のシーンを追ってんのかな。うん。それは納得はいってないかな。とりあえず237を釣り切れば勝てるんではないかなと思ってる。 まあ6、まあ盤面考察にはなってしまうけどはいうーん勝ってほしいですねはい夜が来ました目を閉じてください占い師は目を開けてください占い師は見る相手を選んでくださいいやーこれなー2位が狼見えないんだ正直 カーロックするか。か 朝が来ました昨夜死んだのは浜崎真央一番のプレイヤーは発言してください,ださいあかっ黒ですかおかっ黒じゃんまそうだよねだって例のロラしたいって言ってたもんね急えかっくろだらさんが黒で。 レイロラで終わりじゃない ?9 ク,クロで、えー、っと、2クロ、2クロ。クロレイロラで終わりじゃない ?9 <laughs> クロ、9クロ、キあれ破綻してるよ、ね。秋がもうニ、え、2クロで終わりじゃないなゃレイロラっていうか。サンマさん釣りますかじゃあ。じゃサンマさん釣、えサンマーさん9シロだよね。うん、サンマーさん釣って、<ー>えっと、 あれもう2、に、に釣りで終わりじゃん。その3番さんが、2黒って言ってるから、3番さん何なんだろうな巨人かなうーん、どうなんだろうさて、追いつかない。えー、っとね、7番さんが、6白でしょうーん。 まあレノに関してなんだけど、2番さんがやっぱ偽に見えてて、理由は2番さんっていうのは9、3番さん偽だ偽だってまあ言い張っていたんだけど、えっとね、9の色を見たいって発言が一切出てこなくて、例のだったら出てくるんじゃないかなって思ってますね。2思うちょっと今、盤面考察思いついてないので発言精査になってしまうんですが、まこれから皆さんの発言聞きながら、ちょっと盤面考察したいかなって思ってます。とりあえず破綻したので、悲しいよね。 黒だから、二番つって、発言してください。2> 2は,さいはい、お願いします。私、盤面見えてない、ポンコツ霊能者なのかな。一応、まあ、3番さんがこれで破綻するので、つ3番さん釣りでいいとは思うんですけども。2番つ,つって7釣りでいいんじゃないの村目線。んただ、7番さんが、 6しろって言ってんだよね。狼じゃないってことだよね。あでも7、七にっていうこともあるのか。ここでうまく強人囲ったってことなのか。いやー、ちょっとごちゃごちゃで分かんないな。うんじゃか。じゃあいい、ゃあこれで終わっちゃうんじゃないの あうん。あ、三破綻してんのか。三破綻じゃん。あ、じゃあもう終わりじゃん。三3のプレイヤーは、発言してください。して9番さん、マジ、ごめん。<laughs> いやー情報釣りでさ、9行くのはおかしいって、マジで。7行ってくれよ、頼むって。いやあ、そこで9行かれると思わなかったわー。申し訳ない。どっち強人なの<や> ?26。ごめんね、9番さん。でも、俺は楽しかったと思う。みんなめっちゃバチャバチャしてくれたんで、ありがとうございました。あの、このまま僕は天国へ旅立ちたいと思います。お世話になりました。ありがとうございました。さようなら。 三夜にスキップしましたあ3級なんだゲーム終了、えー、村人の勝ちですあだから破綻したのかそういうことかなるほどね裸から破綻したんだあー納得納得納得 まあ白出すのがもうどうしようもないんじゃないかな。13展開になってたのまた分かんなかったか。<laughs> 強靭か <laughs>。強靭か。ゴリラライン追うのはやっぱ強靭なのか。なんか最近人外でこんなこと言うみたいな考えちゃうんだよな。